はいどうも、アタラナンマルクスタジオです。というわけで今回も8月のシンデレラインの方やっていきたいと思います。というわけで今回はこちら、恥ないプリンセススカウトということで、今回は20連で UR ココちゃんをお迎えしていきたいと思います。8月のシンデレラン9、はい、ということで今回もやっていこうと思いますけれども、なんと皆さん、アタラナマルクスタジオが最終日です。はいということで、この名前を決めてから今日で2週間でございます。はい、なので、この動画が最後の、アタラナマルクスタジオとなります。はい、皆さんね、愛してくれてありがとうございました結構ね、なんかアタラナマルクスタジオさんってわざわざね、言ってくれる方もいらっしゃいまして、嬉しかったでございます。はい、ということで、まあ次回の動画からはチョスに戻りますので、またね、よろしくお願いいたします。ということで、最終日ということでですね、ココちゃんを20連でお迎えしていこうかなと思います。はい、で、今日ですね、なんと、8来、1500日記念ということで、ログインボーナスでね、何したら15個もらいました。うん、それで、無償が101個になったので引いていこうというわけでございます。ということで、早速ね、引いていこうと思いますけれども、まあ、軽く見ていきましょう、詳細ね。細かくはですね、8月1日の最新情報の動画で、結構喋ってますので、そちらもご覧いただければなと思います。軽くだけ見ていくと、UR にするとこういう感じですね。いやー、かっこいいでございます。そして、超属性なんですよね。うん、で僕のオーダー結構超が多いので、まあ、チームスキル発動しやすくなるということで、ここはちょっと引いておきたい感もあります。ただちょっと守備と走力が低いってのが、ちょっと問題かなと思ってますね。うん、で打撃は結構打ちそうな感じがするので、全然問題ないかなという感じですね。で UR 専用のところはこんな感じとなっております。まああまりね、語らないでおきましょうということで、それとですね、シーナちゃんも、お迎えできますよということで、SSR のシーナちゃんも一緒に来てますという感じですね。ということで、まあ細かいやつは、過去の動画見てくださいということで、もう早速引いていきましょう。久々になんか20連とかで勝負しますね。うん、前回の UR は、野崎ちゃん、120連で挑戦しましたけれども、140連やったっけ。いや、もう分かれへんくなったわ。あ、最終的に140連で引けたんか。うん、ということで、苦戦しましたが、まあこういう UR って意外とね、10連20連でパッて出てくる時もあるので、まあそれにかけたいと思います。ということで、じゃあ早速引いていきましょう。8月のシンデレラン9、いきます。はいはい、とさあどうでしょうか。アタラナマルクスタジオガチャ最後でございます。できれば確定演出したいですね。いきます。 UR ココちゃんお願いします。来い、頼む。どうだ。さあ夕方、夜まで行こう。確定、確定。あっ、さあ夕方止まりでございます。さあちょっと怖いですが、ちょっとというかだいぶ怖いですが、やっていきましょう。さあココちゃんのシルエット見えたらテンション上がりますけども、どんな感じでしょうか。あっと、マイコーっとマイココール出ましたね。お、近藤ちゃんね。はいはいはい。ほい。小麦。いやー、ちょっとこれは厳しそうな雰囲気が出ておる。はいはいはい。ほい。あー、近藤ちゃんね。結局近藤も UR 引けませんでしたね、僕は。さあ、いやー、これは、これは、これはまずいか。これは厳しいのか。頼む。来い。いやー、つくも。いやー、次ぐらいで最後かな。ふい。あー、月島か。ダメかな、これ。ダメかな、やっぱ当たらななのかな俺ははい、ということで10連目は SR3 枚という結果になりました。いやー、さすがにやっぱきついっすかね。うん、ということで、じゃあ20連目いきますか。8月のシンデレラン9、よし、じゃあ行きましょう。もうこのまま行かせていただきます。確定演出頼む。来い。わー、夕方にもならない。さあどうだ、ここで夕方夜まで行くか。怖いなー。行きます。 UR ココちゃんお願いします。来い。さあ20連で UR 引けたら、あー、演出なし。これはどうだ、逆にあり得るか。さあ、なんか何かしら
いやそう、椎名でもいいから出てほしいですね、せめて。ほいっと、あ、翼ね、はいはいはい、ほい、天草、いやー厳しそう。お、椎名ちゃん、バレろ、なんでなんでなんでマジか。いや、これはきちいこれはきついか。さあ、奇跡起こそうよ。アタルナマルクスの最後見せてよ。ダメ？ダメですか？頼む、来い、お、来た、来い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 、もう一回、やっつ。おい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 、なんで SR が急にシーナやねん、おかしいやろ。いやー、終わったかな、これ。ダメなのか。あー、ダメだった。いや、まあそんな甘くないですよね、うん。まあ僕結構 UR20 連とかで引くことあったんですけど、もう最近ダメですね、うん。ということで残念残念でした。8月のシンデレラン9、はい、ということでこちらのスカウトね、8月9日の8時59分まで来ておりますので、ぜひね、皆さんお忘れなく、引く方はね、うん。まあただ、第2弾第3弾と、発火祭のね、UR まだまだ来ると思いますので、まあその辺もね考えながら弾いてみてはいかがでしょうか。ということで、じゃあ続きましてというか、これだけ弾いて終わります。はい、 SSR 確定チケットなんかログインボーナスでもらえたので、これ弾いて終わろうと思います。はい、ということで狙いは、まあUR につけれるリンクの優秀なやつ出てくれたら嬉しいです。お願いします。それかまあ未生児のキャラですね。さあ行きましょう。 SSR ありがとう、来い。さあ誰来るかな。ああ、確定室見れたよかった。はい、誰でしょうか。ああ、塚原パイセンか。塚原パイセンは使わないな。持ってるんだよな、しかも。はい、ありがとうございます。はい、ということでですね、アタラナマルクス最終日のスカウト引いてみましたけれども、まあ最後の最後でしっかりアタラナマルクスでしたね。うん、アタラナマルクスでしたねってないねまあしっかり当たりませんでしたと。まあこの呪縛からね、解かれて、次からチョスとしてやっていきますので、ぜひ皆さんこれからも応援してくれると嬉しいでございます。まあなんかね、結構アタラナマルクストゥーリオ期間中結構 SSR とか弾けてたんで、まあ運いいじゃないですか、チョスさん延長しましょうよみたいなね、なんかコメントも来ておりましたけれども、しませんからねしませんから、はい、しっかりねチョスに戻しますんで、戻してもね、仲良くしてください皆さん。はい、ということで、まあまたいつかね、またいつかなんか罰ゲームでもう一回アタラナマルクストーリーになる時があるかもしれませんので、またその時はね、よろしくお願いします。ということで、本日はこの辺で終わりにしようかなと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価の方よろしくお願いします。ツイッターもやってます。ツイッターは概要欄に貼ってますので、ぜひフォローの方よろしくお願いします。ということで、また次回の8月のシンデレラ9でお会いしましょう。以上、アタラナマルクスストゥーリオでした。バイバーイ。